ただいま7時15分です。お家を出発しました。まあ予定通りぐらいかな。思っている時間よりプラス30分ぐらいで出るっていうので、早めにいつも設定するからね。まさにくんにはお留守番お願いしますって言って、ちょっと様子がおかしかったけど納得して、てかね、出かけるのはさに嫌いだから、出かけようとしてる時は逃げて隠れてたので、行きたくはないけど置いてかれるのは嫌な感じなんだけどね。よろしくお願いしますと言ってきました。ポミはもうやる気満々なの。もう車に乗りたくて乗りたくてしょうがないから、今車に乗ってご機嫌になりましたね。で、このデュークベーカリーの袋にはトト君入ってます。袋に入れちゃっててかわいそうだけど、トト君も一緒です。ちょっと長旅ですけどね、移動の時間がちょっと長いですけど、旦那に頑張ってもらって私は寝ようと思います。行ってきます。旦那がね、トイレに行きたいっていうので休憩所に泊まりました。私はね、待ってます。私もトイレ行くんだけど、ポミ君いると置いていくとね、法律違反になるので、帰ってきたら交換庫でおトイレに行きます。入り口に着きました。車乗りながらこの道をね、来る間にお化粧してたら気持ちが悪くなりました。まあそれがないよね、それはね。今入って一番最初の給油スポットがあったので、どこでどうなるかわからないから、会った時には給油しといた方がいいので、今給油してます。それからトイレに行くかな。ほみちゃん見て俺の出番かみたいになってるの、もうすでに旦那はね、入園料を払いに行った。初めてゲートじゃなくてこういう風になんか止めて払いに行くの、なんかチェックちゃんとできてるのか不思議だよね。ここはすごいあったかいでね、今この場所が海抜ゼロぐらいの場所なんだって。25度ぐらいあるので、私も下は長袖着てたんだけど半袖に変えました。あ、シートベルトしなきゃ。ここはなんか砂丘みたいですね。ポミも装備を万端に整えましたので、ここからちょっと歩いていこうと思います。で、砂丘だからさ、形が変わるので、その様子を見ながら歩くことが重要らしいので、歩けるところを歩いてこようと思います。砂丘ですよ。ペットがね、入っていい場所と入っちゃいけない場所があるんだけど、ここはダメみたいで、でも抱いてればいいっていう解釈らしいので、ポミをずっと抱いて歩くそうです。すごい、ここさ、本当にさ、綺麗なサラサラの砂でさ、歩きづらいわけ、こうやって埋まっちゃって。なので私は裸足になりました。旦那が靴持ってるんだけど、で、表面はさ、なんか日が当たって、ここすっごい暑いから日が当たって暑いんだけど、中にギュッと砂のね、中に足がギュッと入るとね、ヒヤーとしてなんとも言えない気持ちよさがあって、すっごい気持ちいい、ここ歩いてると気持ちいい、いいですね。目の砂入るよ、ポミちゃん気をつけて。今旦那が歩いちゃって汚いんだけど、このなんか砂の波形っていうの、なみなみ模様がとても綺麗ですね。面白すぎるんだけど、ポミ待ってる、いけないんだよ、歩いちゃ本当は来られちゃうから。ここで写真を撮りたいんだってめっちゃいいね。なんか暑いね。すごいね、すごい、すっごいね、静か、人の声がするけど、あとはなんか音がない。やっぱ三角になってる。これは全部塩ですね、塩。海水なの？調べてない。
らしいけど、とりあえず塩なのこれ全部。なんかベタベタなんだって。そうね、昨日の余りも持ってきたんだけど、それだけじゃ足りないから、ここでお昼しようと思うので、ストアで何かを買おうと思います。ちょっと汚いんだけど、ストアでサンドイッチとアイスを買ったので、まずアイスから食べていこうと思います。私これご飯を食べ終わって、旦那がトイレに行ったのでポミと待ってるんだけど、お父さんあっち行ったって言って必死で見てますね、外待ってんだよね、お利口だね。このあとなんか北米大陸で一番海抜の低いところ、大陸の中でね、に行くらしいです。これが塩ね、塩。すごい道がガタガタしてるからめちゃくちゃブレてるかもしれないけど、これが塩です。塩ね、塩。これが結晶ね。歩いて行ったよ。ブナ。グッボーイ。結晶を旦那が取りたいって言ってんだけど、きっと無理だと思うんだよね、摂取しても。ここがね、海抜-86m かな、北米大陸で一番低い位置の場所みたいですね。ちょっと歩いてこようと思います。オッケー。はい。撮ってもらおうぜ。ポージュ。ポーミさん。ポーミー。グッドボーイ。ここも全部塩でさ、なんかヌルヌルしてるの。ポミは抱っこです。白いとこ歩いてます。後で手舐めるだろうね。ソルトがつく、ソルトがつく、すっごいついてんな、おててついてんの。ほんと、いらないよこれ、明日も履こうと思ってたのに。履けるよ、すごいソルトだよ。だって塩なら別にいいじゃん、うんこじゃないし。舐めてみて。自分で舐めんなよ。山の岩肌もすごいね。いつまで行ってもこうだろうっていうことで引き返してます。あそこの岩肌のところにさ、あそこにシーレベルって書かれてあるでしょ、あれが海抜の高さなので、今引いてみるとここね、結構高いの。めっちゃ塩が入ってるから足拭いてんだけど、爪の間とかすごい入ってるんだって。ガイガイになっちゃうね、ポムタ。大変、気持ちかったね、散歩チョキだね。とりあえずすごいガタガタ道でさ、大変。マイケル、どうぞ。ジャリジャリで歩きづらいね、かわいそうよ。着きましたね、ナチュラルブリッジって。これだね、水がこうやって通ったのかな、ね、見事に開いてますね、綺麗にね。ほめた、見てんの、超行きますか。うん、めちゃくちゃ歩きづらいわけ、滑るし、踏まるし、でこれ登り坂だからさ、踏んまるからさらに滑って、ポミ君転んでましたよ、なんかかわいそうに。なくなさそうなところからね、歩かされてますかね。
坂道だから必死に捕まってますね。ねえ、眠いの？寝なしなじゃん。ね。そろそろ終わるんだけど、なんかとりあえずすごい道を走った。本当にこんなとこ走っていいのっていうような道を走りました。なかなかね、こんなのは走れないから面白かったけど、ポミはビビってしがみついてる。とってもね、標高の高いところに来たの。さあね、今度寒くてね、耐えられないぐらい寒いんだけど。何これ。そうそう、あそこ歩いてたの、標高の一番低いところだって言って、塩がいっぱいあるところって出たところ、あそこを歩いてたって。ここ上から見るポイントがあるんだよって旦那が言ってたので、そのポイントに来てみたんだけど、寒い。なんだこれ体おかしくなっちゃうね。写真撮ってほしいって言うから撮ってあげてるんだけど、すごい寒い。何これ、風の刺さる冷たさが全然違う。塩です、はい、塩ですってやってます。ズボンとか靴とかについているね、塩です。こんなところですね。なんかもやがかかってるよね、気温差があるからだろうね。嫌なんだよ、かわいそう。ポミちゃん、ポミプニャー、はーい、ここでさ、サンセットを見ようと思ってたらしいんだけど、ちょっと時間がかかっちゃってね、間に合わなかったからって言って、ちょっと暗い。私これ大根の神様みたいだって思ってんだけどさ、すごいよね。ここに夕日がね、当たって綺麗だったんだと思う。なんかここ私はチョコレートのお菓子に見えるけど、綺麗だったんだろうな。まあしょうがないね。後ろになんか変なの映ってるけどね。あれモールでよく売られてる。こっち向いて、ほら、わくびしないで、こっち向いてちゃんと。マミー。マミくん。マミ。いい。ヒールに立ち寄ったビレッジにまた来ました。お土産屋さんね、見てね、それから帰ろうと思います。なんかファイヤー叩かれてますね。のび太も一緒に行くって。お買い物をしたので、これからホテルに向かいます。ここから2時間ぐらい、ちょっとどういう道が早いかナビ頼りになるけど、 OK。 お腹減ってるのでおやつ食べながら行こうと思います。ポミにもおやつあげながら、よし出発。今日のね、宿に着いたので旦那チェックインしに行きました。でね、すぐそこにマクドナルドがあるんだけど、マックが、そこでナゲットとポテトのねセットを買ったの。なんかずっと昼間からマックのポテト食べたい食べたいって言ってて、なので買いました。夜はこれとカップ麺とか食べようと思ってます。お部屋に入りました。もうお腹が空いてるからね、ご飯なんだよ。ゴミはもう必死、ご飯に。ねえ、トックンのご飯もお父さんしてくれて、もうミスターデュークになってますけど、まあこんな感じで冷蔵庫とレンジがついてて、キングのベッドかな、簡単な洗面所にバスルームですね。そういう、まあ普通のごくごく普通のホテルです。旦那はもうお風呂に入って明日の調べ物してますね。ポミ君はね、枕1個もらって寝床ができたので寝てます。私はこれからお風呂に入ろうと思います。11時になったので、ポミ君ちょっとだけお散歩して寝かすそうです。
そう、いってらっしゃい。それがね、終わったら私たちも寝ようと思います。ふっさん、おやすみ。今日一緒に来てくれてありがとうね。トトと一緒に旅行に行ったのは寄せ見てに行った以来かな。今年は一緒に行かれなかったからね。ごめんね。お車でお留守番が多かったけどね。お車ちょかったね。トト君ね、あ、注意が苦手だからかわいそうだったね。でも一緒に行かれてよかったです。今日も一日ありがとうございました。おやすみ。疲れたからゆっくり寝てくださいね。おやすみ。マミちゃん、おやすみ。落ち着かないね。でも前よりはマシだね。前寄せ見ていた時は一晩寝なかったね。興奮しちゃってね。だけど今日は父さんに枕もらったらね、ここに横になってる時間が長いので今日は寝れそうかな。少しママがお話ししたりするとちょっと起きちゃうけどね。今日楽しかったね。一緒に来れてよかったね。ねえ、いっぱい歩いてちょっと疲れたからゆっくり寝てくださいね。今日も一日ありがとうございました。ふみちゃん、ゆっくりねんねしてね。おやすみ。おやすみ。お留守番のサニくんにもありがとうしないとね。サニくんがお家にいてくれるからね、みんな安心してお出かけできるね。サニくんにお家帰ったらありがとうしようね。おやすみ。グッバイ。本日も無事にベッドに入っております。旦那はね、夢の中ですね。今11時45分です。ポミ君お散歩に行くって言っておトイレに連れて行ったのが11時で、まあ5分ぐらいで帰ってきたんだけど、その後ベッドに入って速攻で寝ました。まあ疲れてるよね。車ずっと運転してるし、朝も早かった5時ぐらいに起きて出てきたし、で今日一日ね動いたり神経使ったりしてるだろうから疲れてると思うし、明日もね安全運転で帰ってもらわなきゃいけないからゆっくりしてもらおうと思います。本来はホテルホットタブ付きのお部屋を取ってたんだけど、ポミがいるとホットタブ付きのお部屋は使えないからってチェックインの時に言われたみたいで、普通の部屋にするって言われて、1階のお部屋がいいって言ってたのね、うちはポミがいるし。だけど1階の部屋もう空いてないから2階になるって言って、お部屋の値段もそのまんまねみたいなことを言われたみたいで、それでちょっと旦那カチンと来たみたいで、昔はねそんなことなかったんだけど、今もやっぱりさ、こっちにいると言わなきゃ損みたいなところがあるから、そんなことは書いてなかったし知らなかったし、だったら予約の段階で言ってくれって言って、部屋の値段もそのまんまにするっていうのはちょっと納得がいかないから割引けって言って、かなり揉めたみたいで、多分割引してもらったんだと思います。その後もね、夜ご飯にマック買ってきたじゃないですか。ナゲットのソースをバーベキューとマスタード両方入れてって言ったら、ソースが両方とも入ってなくて、だからソースゼロだったのね。で開けたナゲット焦げてたの。ほら立て続けにあったことだからカチンときたみたいで、写真撮ってレシートからクレームあげるって言ってやってたので、本当に昔はそういうことがあったとしても、まあしょうがないよね、しょうがないよねっていう感じだったんだけど、最近はねいろいろ言うようになって、彼も本当に言わなきゃ損だっていうのがやっぱりアメリカなんだろうなっていうのを私も感じるから、そういった意味ではね少しずつね、日本人としてちょっと考えられなかったりとかしないなっていうこととかもし始めて、でもそれがここで生活するっていうことに、郷に行ったら郷に従いだと思うから、そういうこともね少しずつするようになったなって私たちも思います。なんか旅行と全然違う話になっちゃったんですけど、明日はね本来今日早かったからゆっくり出て、でハイキングして夜帰ろうっていう話をしてたんだけどね、旦那がさっき調べたら、その明日行こうと思っているハイキングのスポットが午前中じゃないと美しいと言われている景色が見れないらしくって、すげえうるさい。なので7時半ぐらいにはここを出たいって旦那が言い始めたので、まあ明日も早く出なきゃいけないなって思っていてね、美しい景色を見るのにはね午前中じゃなきゃダメっていうのであれば、もちろんその方がいいと思うから、で早めに帰れるし、そしたら早めに帰ったらちょっとお買い物にも出れるから、お水買いに行かないと向いてないので、コストコ行きたいからっていうのもあったので、明日は早めに出て早めにお家に帰るようなプランになると思います。
今日はね、昨日いきなり決めて、旦那毎回ね、旅行って言うとかなり調べてから行く人なんですけど、あんまり調べずに来たのね。回りたいなーって言ってたスポットは回れて、ただちょっとね、サンセットだけ見れなかったのが残念なんだけど、ちょっと車が混んでたんじゃなくって、どうしても道の関係で、速度が出せなかったりとか、まあ前の車がちょっと遅かったりとかすると、どんどんね、こう時間がずれ込んできちゃってたみたいで、それはね、ちょっと残念だなぁとは言ってたんですけど、来ようと思えば来れる距離の場所なので、美しいって言われているサンセットを見に行きたいなとは思っております。ポミもね、なんか歩けないところは多かったけど、でも楽しんでたし、お出かけすごい好きな子だから、とってもね、テンション高めでね、俺の出番だ、俺の出番だってずっとやってたのね、楽しそうにしてくれててよかったなと思って、秋の旅行に2人で行っちゃって、里ポミはお留守番っていうかホテルでお泊まりで行っちゃったから、本当は連れてってあげたかったんだけど、ナショナルパークって結構ペットがダメだっていうところが多いのね、どうしても。野生の動物がいたりとかもするので。だから、イエローストーンに行くときは、ほとんどダメで入れないっていうようなスポットばっかりだったから、連れてってもね、かわいそうな思いさせちゃうだけだからっていうことで、二人で行ったんだけど、だから去年は一緒に旅行に行けなかったから、私もね、ちょっとね、心に引っかかるものがあって、一緒に行きたかったなーっていうのがあったかな、去年も。今回ね、まあ一泊二日っていうね、急遽の旅行だったけど、うん、ポミ君連れてこれて、よかったなーと思ってます。私もあんまり遅くなっちゃうと、また車の中で寝てばっかりだって言われちゃうから、旦那に。旦那はね、私が車の中で寝てるのはいいみたいなの。本人好きなラジオが聞けたりとかして、集中して、で、彼車運転するのがすっごい好きだから、集中して車の運転をしたいみたいなのね。だから私が起きてたりとかすると、おしゃべりとかしなきゃいけないから、それよりはね、なんかうとうとしてくれてる方のが気が楽みたい。まあできる限りね、起きてはいるけど、たまにうとうとしながら、っていう感じで車に乗っているんですけれども、まあそれでもね、ずっと寝てるのはね、やっぱりね、頑張ってくれてる人に申し訳がないので、早めに寝て、体調を整えて、明日も楽しんでいきたいなと思っておりますので、今日はこの辺りで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。